広大神宮は、三重県伊勢市にある神社。伊勢神宮の二つの生宮のうちの一つである。一般には、内宮と呼ばれる、式内社。伊勢信仰の中心となる神社で、日本全国の神社で授与される神宮大麻は、この広大神宮の神札である。神皇の結婚に際して、新婚旅行として、神宮に餌スルの儀が取り行われるのが通例となっている。 複数の神社を参拝する場合、格の高い神社から低い神社の順が、一般的だが、神宮の通常の神事は、下空、内空の順で行う。これを下空先、祭りと呼び、参拝も、下空、内空の順で行うのが正しいと言われる。ただし、式年遷宮の戦後は、広大神宮、とゆけ大宮宮の順であり、法平和とゆけ大宮宮、広大神宮の順である。 別宮として、境内に荒れ祭り宮と風ひいのり宮、境外二月独宮、多機玄宮と、伊蔵宮のほか、境内、境外に二十七社三十三座の拙者、十六社十六座の末30社、三十社三十座の所管者を有する。建物は豊家大宮,宮と同様に外側から板垣、外玉垣、内玉垣、水垣の余え垣に囲まれ、南北の門に、 宿営屋が置かれている。建物は、新職が交代勤務で24時間、警備、管理を行っている。西宮中央に見える鳥居を、板垣南五門、鳥居の両側の玉垣を、板垣、鳥居の奥に見える、建築物を、外玉垣南五門、手前にある石段を、石灰という。日本書紀によれば、天照大臣は宮中に祀られていたが、 すじ天皇6年、笠さの,の優に移しとよすきいりひに祀らせた。つい天皇25年、やまと姫命が後を継ぎ、三枝えとして、天照大神を祀るための土地を求めて、各地を巡った。この経路は、日本初期に、あまり記述がないが、鎌倉時代初期成立と考えられる、やまと姫命よきには衝突されており、その途中に一時的に鎮座した場所は、 元伊勢と呼ばれる。水人天皇26年、伊勢国にたどり着いた時、この国に泊まりたいというアマテラスの神託があり、大和姫命は、伊勢津川上流の現在地に祠を建てて祭り、磯宮と称したのが、広大神宮の始まりという。鎮座地に関して、伊勢では、河川の氾濫が頻発して、低湿地が広がっているため、内宮は水害に遭い貸断球場に、 建てられたという説が挙げられている。明治時代までは、僧侶の姿で、西宮に接近することは許されず、川の向こうに設けられた、僧乳廃所から拝むこととされ、西行も、僧乳廃所で神宮を拝み、感動の涙を流したという。荒木田氏が主観を世襲していたが、明治以降は世襲制が廃止された。1945年7月29日、宇治山田空襲により、 宇治山田氏は甚大な被害を被った。内空にも40機ほどの変態で、アメリカ軍機が新域に迫り、次第に照準が正確になってきたが、内空の新域に差し掛かったところで、焼夷弾は須津川対岸の山に吸い込まれるように流れていった。この奇跡により、内空に被害はなく、侵食は五神意に涙したという。第二次世界大戦後は、 元皇族の女性が、代々の祭司を務めている。吉田初三郎筆、伊勢名所税宇治橋内区境内の地図内区、岡書内の地図宇治橋の内側には、西宮のほか別宮の荒祭り宮と風火の里宮、所管者の滝祭神、酒の神様を祭る御坂戸神、お稲倉神奈目祭りの時に、神々の食事の御両を収めた、雪蔵、旧域の守護神を祭る四、 至り神がある。宇治橋の東に所管者の大山住神社と小安神社、丘の上には、神宮の祭祀をはじめとするすべての事務を取り扱う、神宮寺町庁舎がある。社地の面積は、下空の10倍ほどあり、下空と異なり右側通行である。境内には神鮮を調理する、忌みアドの西宮に備える神鮮を調理する意識を行う、鬼江庁舎。 撤下された神宝を保管する、外兵殿、節末者の養子などを行う五条殿がある。他に、採取、神職が決裁をする、都機と天皇が宿泊する、安在所、皇族から奉納された神秘を飼育するうちを馬や、外お馬屋がある。神楽殿では、市議等の神楽が行われ、希望者は奉納の後に、教禅所で名往来を行える。かぐ殿の診察授与書では、 カグラの受付の他にお札、お守り、神宮歴、御朱印の授与などを行っている。参拝者の休憩所の三周殿ではゆうちゃんが用意、されている他三宮記念品の授与も行っている。西宮は石段を上がった高台に鎮座するが、写真撮影は石段の下までしか許可されていない。石段の下には祭事にあわびを調理する。 鬼に庁舎がある。石段を登ると板垣が巡らされ、中央に鳥居のある板垣南御門をくぐって中に入る。板垣南御門の外、石灰東側に南向きにあの波引き神が石畳の上に祀られ、神馬を守護している。板垣の内側をお書きないといい、その面積は6 8 0 7の平方メートルである。アマテラス大神が祀られる。 御聖殿はさらに、外玉垣、内玉垣、水垣に囲まれており、一般参拝者は白い絹でできたおほろのかけられた外、玉垣南御門で参拝する。参拝の作法は、二杯に拍手一杯である。外玉垣の内側、内玉垣の外側には、八重坂木で装飾された、中重鳥居と、その東側に、方兵の際に、兵白の点検を行う四条殿がある。 水垣の内側は、内院と呼ばれる最も正常な死にであり、その中央部に御聖殿が立つ。御聖殿は、唯一神明造りという神明造りの中でも、伊勢神宮にのみ許された造形で作られている。御聖殿の背後には、平白などを奉納する、東宝殿と新宝を奉納する、西宝殿がある。岡木内の北西端にある石畳には、西宮を守護する、沖玉神と、 宮彦美が祀られている。別宮は、聖宮の分け宮の意味で、神宮の社宮のうち聖宮に次いで尊いとされる。慶順宮。拙者は、縁起式神明朝に記載されている神社。定義では、拙者はすべて式内社となるが、戦国時代にほぼすべてが廃絶となり、江戸時代の寛永年間から明治初頭にかけて、復興されたため、式内社の否定地とされる場合がある。 計27社。末社は、延暦儀式帳に記載されている神社。計16社。所管者は、生宮、別宮、摂社、末社以外の神社。計30社。神鳥境内では、神の使いとして、鶏が放し飼いにされている。三重県など八県のマナド鳥屋が結成する神宮、奉納鳥保存会が、内宮に神鳥を奉納している。 2011年6月5日の奉納では、小国鳥のつがい2組と茶房長鳥など25羽が奉納され、境内に包丁された。神鳥は木の上に泊まり眠る。式年遷宮の初祭りでは、つがい22組44羽の鶏が神遣いをする。遷宮祭では、養子、鳴き声共に優れ、健康であるが、祭典中はおとなしく、気品によく、振る舞い。 可能な限りをの長い純粋な日本の鶏であることが条件とされる。各祭典でつがい一組の鶏が生調として竹の丸かごに入れて備えられ、祭典が終わると深淵に包丁される。神馬、空融合内空では、皇室から奉納された二頭の神芽を飼育している。お馬屋にいることもあるが、天候や神芽の体調によりいない場合もある。地元では、 お馬様と、継承で呼ばれ、写真を撮影されても動じることはないが、ストロボ撮影は禁止されている。毎月1日11日21日には、聖宮へ参拝する、神馬県さんが行われる。午前8時前後、神職に伴われ神馬が聖宮へ進み、石段の前で聖宮にお辞儀をする。神馬県さんの際、神馬は、菊の御門が入った馬衣を身につける。 月空でも内空同様に2頭の新米が飼育され、同日に神馬県産を行う。内空付近の空中写真。1983年撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。鉄道車一般に東宮に八高神があるとされるが、他にも小説がある。現在は、 オクラの守護神が祀られている。石灰という、群馬県産の産化石でできている。ありがとうございます。